レッズ4、1ドジャース、26日、シンシナティーイコール竹浜エリコ通信員、ドジャースの大谷翔平投手、29、がレッズ戦に2番 DH で出場し、4打数1安打。最後にパワーを見せつけた。3打席凡退で迎えた0-4の9回。両軍を通じてこの被災速の打球速度113、5マイル、182、7キロ。 ののななライナーが一塁種のミッドを強襲し安打となったフリーマンの打席では二塁へスタート。相手に投塁阻止の意思がなかったため記録は野戦だったが、フリーマンの左中間二塁打で生還した。ただ反撃はこの一点止まりで、チームは5年ぶりの5連敗を喫した。2試合連続で一得点で、打線に元気がない、とロバーツ監督。 それでも左太もも裏を打撲している大谷は元気な姿を披露。指揮官は試合前に、今は90%の状態。彼は無理せず、賢くプレーすると私は自信を持っている、と語った。27日、同28日、第一戦は午前5時10分開始、からはニューヨークでメッツと3連戦に臨む。大谷がシティフィールドで本塁打を放てば26球場目。 負傷を抱えながら出場を続け、連敗ストップに貢献する。